はい、どうもトワイスです。今回もワンビートロットやっていきたいと思います。まあ、前回はレイヴェントリデにつきましていろんな人の話を聞いてきましたけれども、今回はちょっと入れるんだったらひんやり遺跡の方に入っていきたいなと思います。あれ、お前ダットリーじゃねえか、もしかして。あ、ほらやっぱり今回はたまたまビークルの調子が悪かったんだ。そうか、言い訳は見苦しいぞダットリー。さあここは入れるのか。遺跡の中はお尋ね者のビークル乗りが救っていてとても危険だ。それでも中に入るのならば装備の点検を十分に行ってからにするんだなと、うん、まあ大丈夫でしょう、行きましょう。まあそこまで奥には進まなくていいですからね。比較的弱い敵がいる最も浅い層へ降りる。了解。ひんやり遺跡レベル1。古代の民の遺跡は洞窟を繰り返され貴重な宝はもはや残されていないという、しかし諦めの悪い盗賊どもが、読み切れなかった。これは初のダンジョン攻略じゃないでしょうかね。なんかかなり音が響いてますけど、敵らしき姿は見えないな。まあいいや、とりあえず、お、宝だ。14ユーロッチのミスモール GP。 ああ雑魚ですね。じゃあ大丈夫だ。この辺は特に入れたりしないのね。まあこんな危険なところでビークル降りるなんてできないですよね。じゃあこっち、ちょっとくぼんでるけど敵へなし。岩がある。あとキャンプ、盗賊のキャンプですかね。まあだとしたら潰していきたいところではあるんですけど、まあいいか、人殺しまでしようなんて思ってないですしね。こっちには特に何もないか。にしてもこれ壊れてたりしない？そんなことはないか。この穴から何かあったりとかするのかなって思ったんですけど。おお、見えますね。フィーバーフロック、どういうこと？ヨーヨー、あー、お前火炎放射器使うのか。なるほどね、だからフィーバー。お、宝ありますね。アイテムガーネットを手に入れた。おお、これは高く売れそう。ああそっち側ね、ぽい。いやー邪魔ですよああいうやつらは。おっとこっちにも宝箱。腐った肉いらねー、売り物になるかな。わあ、なんだ、なんかすげえばらまきをやってるやつらがいるんだけど。はあ、あれに気をつけながらこれを。ああこれトゲの壁って感じ。 OK、 そんなセコいまでしてるからだよ。ウォーキングバット、ほう、あいつは何なんだろう。まあ普通に撃っていきゃいいか。お、ボスの音楽がする。オラ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 、はい OK。 あれ、これでクリア、もしかして。ああ、このダンジョンのボスを倒したようだ。ひんやり遺跡レベル1をクリアした。そうだな、出ましょう。多分弾薬とか減ってますよね。あとガラガラ砂漠の入り口に気づかれたこの砦は、旅の商人でいつも賑わっていると。説明短くて助かったよ。はいはい、じゃあどうしようかな。あ、やっぱり耐久力減ってますね。一応回復させてから行きましょうか。耐久力 HP は減ってないですけど、どうしようかな。無限起動のテストもしたいからやっぱりパーツ交換してみましょうか。試しに無限起動、はい。やっぱりロード時間が長いですね、そういうのにすると。
空港パーツもゴロスキにしてみようかな。これでがっつり、あ、そうだ。ってことはですよ、エレファントブレストつけれるんじゃん。おお、つけれるつけれる。どんどん重くできるよ。まあかといってこれ以上ただ重くすりゃいいってもんじゃないですからね。まあいいや、これで耐久力かなり上がったと思いますね。ははは、ごついな。なんだこれ。まあちょっと修理をしないと HP が増えてないんですけど、このまま、あ、違う違う、だから修理とかしなきゃいけないんだって。どっちにしろいいや、せっかくだから全部修理しちゃいましょう。46円、まあ安いもんだ。あー、なんか無限起動だと動きが若干滑らかですね。よし、じゃあそこそこ手強い敵がいる中層に行きましょう。レベル2。しかし諦めの悪い盗賊どもが今も残された宝を探してうろついていると。うんうん、まあボス敵を倒せばそのまま戻れるということなんでね、安心して進んでいきましょう。これも確か不思議のダンジョン形式だったような気が。あ、ダッシュが遅い。通常移動は若干速くなったようにも感じますけど、遅いですねダッシュが。お、アイテム、腐った肉いらねえな。外に出て売るか。何も隠れてないね。カビの生えたパンいらないね。なぜこんないらないものばっかり。で、じゃあまあこっちか。まず敵と戦う前にすることがあるでしょう。探索だそれは。おっと、フィーバーフロックよう、またあったな。甘いね、食らえ。ほら、まあ砲弾アームはボスに取っておきましょう。やっぱり遠距離攻撃っていうのは重要ですからね。おっと、ビスモール、お前か。はい、オッケー。次は、おっと、宝箱ありますね。はい、腐った肉いらない。なんもないねここも。いやー、キャタピラ付きの機体がジャンプするってすごくなんかシュールな感じがしますね。ここは特に何もないか。まあいいや、一旦戻りましょう。入り口付近から探索していくっていうのが多分基本かな。まあとりあえず全部のフロア回りたいですからな、せっかくなら。おっと、フィーバーフロックとミスモール CT。 はい、よう、隙が大きいね君は。てい、おっと、壁にぶつければダメージがアップするのか。これはいいことした。どんどん壁にぶつけていきましょう、この調子で。わあ、なんかいる。よいしょ、せっかくだしな、こいつにぶつけてもいいな。まあこいつは後ろに回って、回れねえ。まあでもいいか。よいしょ、いやー、まったく変なところで手こずらせてくれやがってよ。おっと、ボスがいますね。まああれはとりあえず放置だ。他のところを探さなきゃ。いやー、にしても遅いな。燃費は良くなりましたけど多少。お、宝だ。アイテム、王の養生、へえ、そんなもんがあるんだ。ここはまだ来てないのかな、来たのかな。こっちは、あ、来たのか。入り口付近に戻ってきたのかな。じゃあまあ結構回ったことですしね、そろそろボス倒していきますか。ていうかそこそこ強い敵って言いますけど、そうでもなかったような気がするんだけどな。こっちはいけない、こっちは特に何もなしか。じゃあこれ、ヘルスタッポがいますね。ちょっと通り過ぎるのを待ちましょうか。あと警告の美女のタロット、へー、
タロット？そうか。ほら。さて、ボスなんかはいないのかな？ああ、あいつか。じゃあ、こっちですね。まだ探索してないの。誰かいるかなと。誰もいない。宝も特になさそう。じゃあボスですね。まあささっと倒していきましょう。ささっと。はい。まあまあ横移動しながらね、撃ってりゃ勝てるっていう。何がウォーキングバットじゃこの野郎。はい、オッケー。じゃあまた整備していきましょうか、レイブントリデに。ちょっと無限軌道はやっぱり足が遅いので、普通に取り足でいきましょう。ボディじゃなくてレッグ、レッグ、これこれだよね。重量オーバーだよね。分かってるよ。ライト強化ブレストにして、あ、ホロスキもつけれないか。じゃあまあこれで、パーツ交換の結果、最大 HP の値が小さくなりました。新しい HP からはみ出した HP は14ユーロ値で書いております。ほう、そういう仕様があるんですね。じゃあ補充して行きましょう。やっぱりまだ機動性の方が僕はあった方が好きですね。よし行こう。ひんやり遺跡、強敵がひしめく最新装。まあここまで来ればね、さすがに雑魚も様子が変わってくるんでしょうかね。特に何もないか、この辺は。ここも特に何もなし。お、だから、王のミイラ、物騒なもん手に入れしまった。ここも特に何もなしね。ここから分かれ道か。どうしようかな。こっちかな。おい、腐った肉。ああ、早速なんかボスがいますね。まあ、とりあえずあれは無視して、とりあえず倒そう。お、なるほど。HP の値が大きくなってるのか、相手の。ほらよ。あ、ほんとだ。HP の値が大きくなってる。でもそんなに困らないですよね。HP が多くても。暗い。ほらよ。まあ、強いて言うなら自分の今の装備の耐久力を考えればちょっと押されてるけど、後ろは攻撃判定ないんでしょう、君。はい。おお、ビビった。いらっしゃるのね。ちょっと動きが速くなったね。ほらよ、見て、削ってくるんじゃないよ。全く向こうにいるのは、は？なんだいつ？ダルマイオ？うわー、なんか放水しながら、うわ、あぶねえ。え、こいつボス？もしかして。じゃあちょっとまだ行かないでおきましょう。この辺は特に何もなしか。じゃあウォーキングバットはどうなってんの？あいつはボスじゃねえのか。ほらよ、ほらよ、ほらよ、ほらよ。真下に潜り込めばこっちのもんじゃい。
ーでもツルハシアームの耐久力がなくなってきたな。はっはっはっは、稼げる稼げる。さてベルベットのマント、なんかいいもんばっかり手に入ってるな。こっちには特に何もなしね。了解。燃料は十分にあるんだよな。お、宝だ。アイテム、カビの生えたパン、いらないね。じゃあどうしよう、そろそろボスと戦った方がいいのかな。ちょっとブーストばっかりですいませんね、せっかちなもので。こっちは何かあるのかな。お、宝がある。なんだ。腐った肉いらないね。一応これ持っておこうか。小石でもあるとないじゃ多分違う。こっち行ったっけ、まだ行ってないですよね多分。お、なんかある。アイテム、腐った肉いらねえな。壁の向こうがうるせえ。カビの生えたパンいらねえ。もうボス倒すしかないなこりゃ。行きますか、あのふざけた野郎倒してやりましょうか。だからうるせえんだよ、もう騒音に、騒音苦情が出る。ほらよ、さあ食らえ。おっとやばい、放水に追いつかれる。あれ、わあ、いって強えなお前。え、しかも危ない。お前いて、ほらよ、危ない。あ、お前あのあれか、だるまみたいになってんのか。なるほどね。はい、倒したでいいのか。ボス敵を倒したようだ。レベル3をクリアした。あー、ちょっと探りましょう。まだこっちに道があった。 HP がやべえ。ていうかツルハシアームももうこれ壊れる寸前じゃないですか。じゃあこれを一応護身用に持っておこう。放水強いな。8ユーロチいいですね。何もなし。なんかいる。フィーバーフロックか。じゃあ大丈夫かな。おー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 、お前やめやがれ。ピョンテイ。はい、金が降ってくる。はい、で特に何もないか。あ、あったあった。これはカビの生えたパンいらんいらんな。おっと危ない、小石を持っておこう。小石を、もう誰もいないと思うけど、入り口に帰ればいいですよね。あとは、いやー、まさか放水があんなに強いとは思わなかったな。失敗したな。お、敵がいる。ってことはこっちもまだ来たことないのか。おいら、よっと、くらえ。はい。お、宝だ。腐った肉、いらないね。あ、リスモールか。しかもちょっと動きが早いね。やはり侮れんか。ほらよ。もう終わりかなこりゃ。多分もう回ったでしょう全部。こっちじゃないね。もうちょっと先か。やばい、入り口がわからない。こっちかな。とりあえずこっち方面っていうのを覚えてないね。すいませんでした。
どうしよう、普通に来た道を戻ればいいんだろうか。こう行って、で、確かここがボスだったんだよ。で、こっからまっすぐ行きゃいいんじゃねえかなとか思ったりしたんだけど、違うかな。やばいな、出口がわからんぞ。ここさっき来たっけか。なんかぐるぐる回ってる気がする。あらやだ、もう。こっちじゃなくてこうか、こっちか。で、こっちか、こっちだ。確かこっちから来たはず。合っててくれ。向こうに階段みたいなものが見えるから多分それだと思う。どうだろう。あー、ここで合ってた、よかった。レイヴェントリデン出ます。いやー、最後の最後であんな攻撃をしてくるやつがいるとは思わなかったな。久しぶりに黒煙吹いてますね。じゃあ修理を。132、高い。まあいいでしょう。じゃあですね、今回はここまでとさせていただきます。じゃあ次回からはついにね、砂漠越えとかやっていきたいと思いますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。失礼します。